日向坂発のアンダーフォーメーションが発表されました。センターはミクニン。このフォーメーションにお日様たちは、センターミクニンのすぐ後ろに同期2人、左右に先輩、裏にも先輩、そして周りを後輩が囲む。考えられて入るか。これは文句ではないです。おたけに何かしらの花道を作ってあげてください。これは納得感の強いフォーメーション。フロント3名はいずれも歌唱力に定評があり、スタイルも抜群のメンバー期待しかない。アンダー単独ライブ開催をぜひ。アンダーのフォーメーションに運営さんもよく考えてるなと感じたので割と満足。高身長メンバーがフロントで歴代にない形だと思う。今までは後ろか端に高身長メンバーは配置されていたので、これはライブでどのように見えるのか楽しみだな。おたけセンターだと思ってたからびっくりはしたけど、理想のフォーメーションかもしれない。背が高い人は後ろやサイドを固めるフォーメーションが多い坂道系では割と珍しいかも。逆に言えばいい前例を作れたとも考えられるし、いいフォーメーションだと思う。高身長フロントに隠れてパルが見えなくならないかだけが心配笑い。アンダーのフォーメーション、これはこれで完成してるわ。曲がめちゃくちゃ楽しみ。